はい、どうも、名古屋の塾講チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井上です。どうも、こんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズになります。今日はこちら、高校入試中学3年間の総復習、理科14日間のスピード完成、オーブン社から出てる教材ですね。まあ、いい教材ですよ、この教材は。まあ、10日間の方の1、2年生の総復習っていうところでもね、説明をしてたりとか、まあ、この総復習シリーズっていうのは、実はオーブン社以外でもいろんな出版社から出てたりとかします。それでもね、説明をしてたりとかします。で、ほぼ一緒、どの教材もほぼ一緒です。なんで出版社にこだわらなくても、総復習って書いてあったら別にどれでもいいかなと僕は思います。ただ使い方に関してはね、まあ同じことを何遍も何遍も言ってはいるんですけども、また説明していきたいなと思いますので、注意点だけ聞いていただけたらなと思います。それではどうぞ。はい、それでは説明していきたいと思います。この教材、受験用、定期テスト用、復習用、まあ受験用教材なんですけども、復習用教材って感じですかね。うん、受験の復習教材って感じですかね。うん、なんだろう、レベル的には受験レベルに近いかな。まあ定期テストの難しい問題レベルにも、まあ難しいとか、まあ品質問題っていうんですかね、になりますので、まあ定期テスト用としてもまあ使えるかなと思います。で、この教材に関してっていうのはね、まあ、使うタイミングとか使い方が大事で、この教材をいくら頑張って勉強しても成績が上がるとは思えない、思わない方がいいと思います。なぜかと言いますと、こういった総復習教材、そして何日間スピード完成みたいな感じで書いてあるものは、どこにあなたは穴がありますかとか、どこら辺が苦手ですかっていうのを把握するための教材であって、その把握したものを埋める教材ではないんですよ。基本的に弱点とか穴を見つける作業と、それを埋める作業っていうのが勉強には必要なんですよ。で、この教材は埋める作業は一切入ってないと思って勉強した方が多分いいと思います。なんで把握したら違った教材で埋めるぐらいっていうのがいいかなと思います。で、タイミングとしては、まあ、これ中学3年間の総復習って書いてあるんですけども、1年生2年生の時にね、分野として1年生2年生のやつを復習したいんだったら、この教材の1年生2年生の部分だけやればいいと思うし、3年生のね、まあ、夏ぐらいかな、夏とか、まあ、秋ぐらいにちょっと漏れてるかなっていう把握するためには、この教材買ってみて復習するのも手だと思います。14日間だし、まあ、14日間もかからないですよ。多分1週間ぐらいで終わっちゃう。それぐらいね、少ない。でも問題は厳選してるんで、ものすごいいい教材なので、そういったもので把握して、どこら辺が漏れてるか、だからこうしなきゃいけないのかっていうのをやっていくと、多分成績自体も上がっていく。受験っていうのはさ、頭がいいから受かるわけじゃないんですよ。どこら辺に漏れがあるかっていうのをしっかり埋めてきてるか、そしてその学校に対してどうやって対策取ってきたのか、そこら辺が重要になるだけあって、偏差値が高いから受かりますとか、内心が高いから受かりますっていうのは、それはね、子供たちの考え方であって、親とか大人がね、考えることではないです。親が、大人が考えなきゃいけないっていうのは、その学校に対してどうやって対策を取らなきゃいけないのか、どこら辺が穴があるからそれを埋めなきゃいけないのかっていうのを把握することが大事だと思います。なので、この教材みたいなものを使って埋めていくっていうのは、ものすごくいい、ものすごく大切な作業だと思います。ぜひ参考にしてください。参考になったって方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまたね。